様之助、気をつけて！ 幻魔が中に入ったわ！ やっぱり来たわね。人間としては上出来？でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと？可愛い夢丸が目の前で殺されたら雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、 それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そのために二人を許せ。さあ、私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。